球に生命体がいるし、地球外生命体もいると思うっていうふうなコメントがあるんですけれども、うん、地球に地球外生命体はもうすでにいますよね。地球に地球外生命体がいるよ。もういますよね。うん。これは普通に来てると思いますよ。うん。はい。地球外生命体も地球にいますよ。すでに、うん。はい。そんな感じでいいと思います。なあ、いいよね。はい。そうだっていうふうにね、返事ありましたけどね、今ね。言うなぁ、みたいなね。はい。ね、やめて。うん、ありますね。ミミちゃん、ミミちゃんですか、はい、はい。はい、いらっしゃい。何騒いでたの、うん。地底に、地上にって方いますけど、地上ですよね、もちろんね。地上だよ。地上にいますよ。ほんとね。うん。あのね、一回ね、これ都市伝説の真似したのね。シリに聞いてみたの。宇宙人っているのって。そしたら、案外近くにいますよって言われてゾッとして、ね、怖い。いずれ時が来たら分かりますじゃないんだって、案外近くにいますよって。案外近くに、いや、そうだと思いますよ、きっと。そうそうそう。で、今、ハイブリッドもいるでしょ、だって。いや、ハイブリッドが多いんでしょうね。だって人間そっくりになってたら分かんないですもんね。分かんない、分かんない。うん、まあ、っていうね、お話ですね、これはね。そう。都市伝説の真似したんだからね。シリやばっていう書いてますね、うん。こういう話結構いろいろありますけれども、まあ本当か嘘かっていうのは、いずれ時が来たらお答えしましょうってね。そんな感じですね、これきっとね。そうそうそう。いやー、なんですかね、本当。うん、でも、あれね、そろそろ、その、グレーだろうが、プレアデス星人だろうが、そろそろ人の前に出てきたらいいよね。いや、出る気はあるんでしょう、きっと。うん。だけど、もうね、多分ね、裏でね、出るのは待ってくれっていう風なのがずっとあるんだと思いますよ、きっと。いや、出ちゃえばいいじゃん、もう。多分出ちゃいけないっていうね、協定がもうすでに結ばれてる気がしますね。うん、ただですよ、ただ、うん、まあ、これね、UFO に関してもそうだと思うんですよ、きっと。うん。UFO に関しても、一般的にお前らは姿見せないでくれと、うん、協定もう結んでんだからとね、契約を交わしてると、うん、そういう風なね、同盟的ななんかを交わしてると。うん。もう頼むからそれは出さないでくれと。うん。やってるんだと思うんですけど、言うこと聞かないやつっているじゃないですか。います、います。絶対。こうね、うん、ルールを守れない人たちみたいな、はいはい、俺やでみたいな感じでちょろちょろ出てるんじゃないかなっていう気がするんですけどね、うんうんうん、まあ、あ、やべえ、ミスっちゃったとかね、そういうのもあると思いますけどもね、うん、ただ現れる人たちはそんなにいないっていうね、うん、うん、だってこんだけさ、うすらうすらって出てくるんだったら、いっそのこと、いやー遠かったーって言ってきたらさ、え、どこから来たのって話でさ別にあ、まあそうでしょうね、あの、いやいやいや、金星のさ、金星のとこなんだけどさ、ええ、そういう笑いっていうものがないのかもしれないですね、宇宙人には。あ、ユーモアのセンスがないのね。いや、ちょっとね、違うんだと思うんですよ。地球人とは違うセンスなんですよ、おそらく。うん、だ、地球と同じセンスにしてくれると、うん、きっとそういうネタとしてやる人たちが出てくると思うんですよね、うん、あの、確信についてる話をするんだけど、うん、関係者にしか本当か嘘か分かんないみたいな。あ、うん、確かに。いやー、日本語でぜひやってもらいたいですけどね、それね。絶対やってほしいよね、だってすっげー、あの、科学が発達してて、あの、映画だとなんでもアメリカだったり、まあ、ヨーロッパだったら、どこそこの山奥の、みたいなところで、いきなり言葉が通じちゃうわけじゃない。でも日本に来た時だって日本語で話してほしいよね。そうですね、うん。いや、これね、いると思うんですよ。ねえ。もうね、秋葉行きたいっていう宇宙人がいてもいいと思うんですよ。秋葉行きたいとかさ。ね、でも彼らはひょっとすると行きたいって思わなくても、思ったらもうその瞬間に行けるのかもしれないですね。まあそれはあると思うけど、でもどこそこのあのお店のパフェ美味しかったよーとかね。ねえ、あ、いいですね、本当ね、あそこのお姉ちゃん綺麗だったんで通ってんだとかっていうさ、ちょっとそういう話をしてくれると親近感湧くじゃない。まあもちろんね。ね。まあ逆に反感買われるかもしれないですけどね。うん、仲良くできるだろうし、これコメントいいですか、うん、宇宙人に男とか女だとか性別あるんですかっていうふうな質問来てますね。あ、どうなんだろう、一応なんか一説では男も女もいるらしいよね。うん、まあいるでしょうね、おそらくいるでしょうね、うん、うん、まあほぼ一緒なんじゃないですかね、多分ほぼこっちにあの関わってるのはほぼそんな変わんないと思うけど、うん、
たまになんかさ、見てくれ悪いのもいるじゃない。ねえ、見てくれ悪い。あんまり会いたくないね。それは何ですか？どちらかというと、うん、怪獣的なってことですか？まあ、そう、トカゲチックなやつね。ああ、なるほど。うん。うん、あれはちょっとなんかあんまよろしくない系らしいから、あんまり会いたくはないよね。だからまあ映画で描かれてるような、うん、宇宙人像、うん、まあそれこそスターウォーズの世界だと、いろんな人種じゃないですけど、星の種族みたいなのがいるわけじゃないですか。うんうん、あれ正解な気がしますよね。そう思うんだよね。なんかこう、すごくね、地球人から見ると変な形だなと思ってるような宇宙人が、いると するとその宇宙人たちから見ると人間の方を見ると、うん、お前らの形の方が変じゃないかっていうのもね多分あったりするんじゃないかなと思ったりしますけどもね、うん、なんだお前尻尾ないのかよとか言われてね、ねそういうのもね、うん、まあ、ダサいなって言われたら嫌だよね、ダサい、うん、ダサいの問題だったらいいですけどね、うん、なんだよお前尻尾がないやつはもうおかしいんじゃねえかとか言われて、あすいませんみたいな、なんで目2つしかねえのかよ、うちらはさ5個ぐらいあるんだぞって、うん、ねえ本当そういうのあってもおかしくないですよね。おかしくないね。でもなんかあと数百年もすれば、はい、多分そのなんだろう、遠い星から普通にやってくるっていうよりは別な形でポンってきて、でこう人間ウォッチングしながら、でまた逆に地球人ももうちょっとこうフレンドリーになってったりするとそっちへ行ったりっていうのができたらちょっとロマンチックでいいのかなって、それをちょっと目指したいかなっていうのもあるよね。案外隠れてるんじゃないかなと思うんですよね。隠れてるかな、隠れて人間ウォッチングしてる気がするんですよ。ちょっともう時代が時代なんだからもうそろそろいいんじゃないって、まあ、この時代いつまで続くかっていうのもありますね。うん、数百年のうちには何かいろいろ出てきますからね。出てくると思うよ、うん、ね。これね面白いコメントきました。プレデターみたいなのが来たら気絶する。いや昔はプレデターチックなのいたでしょ、だから食料にされてたでしょ、うん、プレデターみたいなのがもし来たらですよ、うん、まず気づかないですね。な気づかないと気づかないですね。気づいた時にはもう死んでますからね。死んでるからね。死んでますよ確実に、うん、あれなんで体が半分にぐらいになってる時にはもういますからね、そういう時はね。いるいるいる、気絶するどころじゃないです、うん、はい、もう認識する前にやられてますね、うん、きっとね、やられて、うん、いなくなっちゃうよ、あの宇宙戦争で 見なかったあの光にバチってやられてポンって蒸発しちゃうっていう、宇宙戦争、うん、宇宙戦争っていう映画があって、地球上にトライポッドっていうのがそもそも何百年も眠ってたと。あれって吸い込まれるんじゃなかったでしたっけ？そうそう、機械みたいなのに吸い込まれていくんだけど、吸い込まれていくやつですよね、うん、それがその光で攻撃した時に人が蒸発してくる。あれ蒸発するのもありましたっけ？そうそうそう、あ蒸発なんかされたらあれですね、うん、でもさおかしな怪事件って、はい、まあ、これを言っちゃうとおかしなことになるから、これはあの映画の話ね。映画の話ですよ。映画の話だからね、はい、映画の話でさ、よく宇宙人ものって、はい、人がこう殺されたりとか、食べられちゃったりとか、食料にされちゃうっていう、そういう発想があるじゃない。キャトルミューティレーションとか、一時流行んなかった？牛がこう、まあ、あれ何年代、90年代ぐらいでしたっけ。90年代ぐらいで結構その手の話があって、ありましたね、動物がそういう被害に遭ったよとか聞くけど、だったら人間だってあるんじゃねえかっていうの思ったことない？まあなくてもおかしくなさそうですよね。でしょ。でもなんで動物だけなんだろうなって、特に牛さんとかね、ヤギさんとかね、そんなんばっかりの話題があったけど、もしかしたら人間もあったんじゃないかなっていう映画だよ。映画の話ですよ。映画だからね、はい、うん、映画の中でね、そんな怖い宇宙人のイメージが映画の中で語られたかと思えば、今度はこう平和的な人を立てるような、またコメディチックな ET であったりとか、宇宙人って悪いもんじゃないよとかね、両方から攻めてこられるとどっちなんだろうって思っちゃうじゃない。まあ結局人間もいろんな人たちがいるように、やっぱり宇宙人もいろんな人たちいるんでしょうね。そうだろうね。おそらくはそうじゃないですかね。すごい好きだったドラマがあって、ビジターっていう、うん、ドラマだったのかな、 あれシリーズであったんだけど、あれはもうトカゲさんチックなやつなのね。で女王様がいて、なんとかかんとかでっていう、こう地球人をこう
ね、やっていくっていうのがあるんだけど、あれはなんかすごいわかる気がしたの。なんだか知らないけど、あれはいるなって思っちゃった。いるなと思っちゃった。はい。そう。とかは向くと、その本体が出てきちゃうんだけど、あの手のはいるよなって、妙にね、納得したことがあって、その納得した感覚が、もしかすると自分の中で見た中の一つなのかなとか、逆に、すごいちっちゃい宇宙人もいるのよ。めちゃくちゃちっちゃいんだよ。こんなちっちゃいんだけど。メインブラックでも出てきましたね。出てきたでしょ、ちっちゃいのね。だけど、ちっちゃいくせに人を狩るのよ。小さいおじさんですか、ひょっとして。ね、ちっちゃいおじさんなんて可愛いもんじゃなくって、ものすごいちっちゃいくせに人間を襲う。すげえ怖いと思ったことがあって。いろんなこう映画のキャラクターの中で、それがこう混在してるからさ、あのメインブラックなんかそうじゃない。その中で特に自分が、ああ、これはいるなと思ったのが、特にそのフィジタっていう映画の中に出てきたキャラクターだった。